152A アンソン T21 アブロアンソンは、イギリス空軍、海軍で使用された、アブロ射精の航空機である。イギリス空軍が採用した、最初の単用、引っ込め足の飛行機で、第二次世界大戦中は輸送、偵察、哨戒、爆撃、練習などの幅広い用途に使用され、忠実な、アニーのニックネームで親しまれた。大戦終戦後も生産は続き、 最後の機体が引き渡されたのは1952年5月であった。アンソンは1935年に初飛行した民間向けの輸送機であるアブロ652を発展させた機体で、試作機は1935年3月24日に初飛行した。1936年に空軍に採用され、第二次世界大戦開始時には沿岸防衛隊で偵察や 紹介任務に就いた。実用性、信頼性に優れていたため舞台では好評だったが、前線で運用するには、性能不足となっていたためブリストルブレニムや、ロッキード・ハドソンと交代して引き上げられ、戦争中盤以降は主に練習機として利用されるようになった。機上操作を学ぶには、機体の大きさが手頃で操縦もしやすかったため、愛用され、 練習機としてだけでなく軽輸送機や連絡機としても多数利用された。終戦後ジェット機の時代になってからも多くの訓練部隊で引き続き使用され、空軍では1968年まで現役であった。生産はイギリスとカナダで行われ、総生産機数は11,020機に上った。 生産は1952年まで続けられ、ピークの1943年と1944年には、月産130機のペースで生産が行われていた。ありがとうございます。